映像制作をフリーランスでやり始めたら、まあね、いろんな機材とかお金もかかると思うけども、機材以外に有料のサービスとしてこれは絶対ね入ってた方がいいと思うおすすめのもの5つ、これを今日は紹介します。まず一つ目はね、Wix。 これは、今実際俺が使ってるものなんだけども、ホームページです。で、ホームページをね、持たなくても仕事はもちろんできるんですよ。でも、やっぱりね、ホームページはあって、どういうものを自分がね、映像としてその提供できるのか、クライアントにっていうものを作例なんかもやっぱり載せれるプラットフォームっていうのはね、絶対持って置いた方がいいと思います。この Wix なんですけど、Wix の有料プランを使ってます。で、この有料プランだと、ドメインが取れるんですよね。で、ドメインが取れる、やっぱドメイン取った方がいいと思うんですよ。うちの場合だったらね、動画の力 .net っていうドメインを取ってます。で、ドメインを取ると後できるのが、メールアドレスもね、取ることができるんですよ。例えば、俺が使ってるんだったら、contact@dougano-chikara.net。やっぱりね、名刺と同じで、このホームページって、そのビジネスのこう信用度みたいになるところもね、特に日本ではね、あると思うんですよ。カナダではね、あんまり関係ないと思うけどね。No one cares.I think some people cares. Anyway. そう。なので、ドメインを取る、サービス。それから、メールアドレスを取るサービス。その、ね、二つとして、Wix。これはね、まず自分のビジネスの看板になるので、やっておいた方が、契約しておいた方がいいと思います。二つ目は、それで実際にね、クライアントが見つかりましたとかね、連絡くれましたっていう時に、必ず必要になってくるのが、Zoom。これもね、無料でも使えるんですよ。でも、無料だったら45分だっけな。制限があると思うんですよ。40分だったっけ。でも、有料プランだったら、そこのね、制限がないです。で、1時間以上のミーティングとかになることってもう本当にね、重々あるんで、Zoom はね、まあ、安くはないけど、これは絶対入ってた方がいいと思います。で、実際俺も、クライアントからね、初めて連絡来ましたとかね、まあ、紹介してもらいましたとかで、まあ、どういう動画を作っていきたいかとかっていうミーティングをね、必ず事前にするんですけど、もう今のこの時代ね、そこに行って営業っていうこともなかなか、ね、まあ、やってもいいんですけど、それよりもやっぱり、クライアントもね、忙しいんで、じゃあ、ズーム、何時にセットアップしますねって、ズームのセットアップして、そしてクライアントと、あらかじめ、こう、顔合わせもね、しておくと、そしたらクライアントもね、どういう人が制作してくれるのかっていうのも見てくれるし、で、イメージのね、共有なんかもできるし、プレゼンテーション何か見せてもらうこともできるし、こちらが見せることもできる、画面共有なんかでね。っていうので、ズームは、必ずね、入っておいた方がいいと思います。三つ目は、モーションアレイ。このモーションアレイはね、映像制作をしていく中で、これもね、どんな映像制作するか次第だと思うけども、俺は大体企業のね、企業さんのプロモーション動画とか、あと企業が運営する YouTube の運営を任されたりとか、そういうことをやって、その YouTube のね、動画を作ったりとかしているんですけども、そういう時にはね、結構使うんですよ。で、使うのが、このね、モーショングラフィック。モーショングラフィックなんかね、もう俺もほんとしょっちゅう使ってて、例えばね、ここのね、ノリートって名前が出てくるやつ、モーショングラフィックテキストってやつなんですけど、まあそういうね、自分が求めてるものをサーチから入れて、そして見つけることができるんですよ。で、じゃあテンプレートなんで他のクライアントとダブっちゃうじゃんと思うかもしんないけど、色も変えられるし、サイズも変えられるし、フォントも変えられるんで、同じようにね、ダブるっていうことはないんじゃないのかなと、個人的には思いますね。そしてね、フッテージ。これもね、結構使うことが多くて、これは例えば実際に撮影に行けなかったとか、本当はドローン飛ばしたいけど飛ばせない場所だったとかっていう時に、わかりやすいのだったらそうだな。なんかこんなコーヒーのとかもね、いいと思うんですよね。こんなをね、スローモーションのハイスピードのカメラで撮るのってすごい、そのカメラ代も高いし、だったらこういうテンプレートを使うっていうのも一つの手じゃないかなと思います。で、あとは他にも、音楽もこの中でも著作権フリーのものもあるし、で、サウンドエフェクトなんかもあります。なので、写真もあるしね。なのでね、こう、一通り映像制作に必要な素材、実写で撮る素材以外のものはもうここでもうほぼほぼ手に入るっていうね、それぐらいのイメージなので、で、それがプレミアプロで使えるもの、ファイナルカットプロで使えるもの、ダヴィンチで使えるものともね、フィルターにかけて選ぶことができるめっちゃ便利なサービスなんでね、これは利用してみるといいと思います。そして、四つ目はね、音楽。これはね、もうめっちゃ大事なんですけど、アートリスト。さっきのね、モーションアレイの中にも音楽ってあるんですよ。あるけども、やっぱりね、数がもう圧倒的にね、このアートリストは多いです。で、俺も実際3年ぐらいね、もうずっと使ってるんですけど、
曲もね、じゃあダブルじゃんってそんだけね、あの、まあ、大手の有名なところだったらと思うかもしれないけど、まあダブれないとは言わないです、正直。でもね、そんなに被ることはないかなと思いますけどね。まあで、なんでじゃあこのアートリストがいいかっていうと、めっちゃね、探しやすいんですよ。やっぱり、クライアントが求めてるこういうイメージの動画をって言われた時に、その動画、その音楽に行き着くまで、探すまでってやっぱり、音楽のね、リサーチで、まあ、あの料金チャージした方がいいと思うんですよ。俺もね、チャージしてライセンス代と一緒にチャージはするんだけども、とはいえやっぱりその短時間の中で、1時間の中で、あの3曲しか探せないよりは1時間で10曲20曲探せる方が絶対いいじゃないですか。その時にショートカットのね、キーボードなんかで曲を探していったり、次の曲ってね、探していったりすることができるのは、これめちゃくちゃ便利で、他のね、音楽のサイト、俺他にもね使ったことあるんですけど、有料のサイトもね。でも結局今のところ行き着いてるのはこのアートリストです。何曲だっけな、毎日ね新曲どんどん追加されてるんですよ。これはね、めちゃくちゃ使い勝手はいいと思います。でサウンドエフェクトもねあるしね、種類が多いんでマジでおすすめです。そして最後5つ目は、それで実際に制作しました。あの映像をね、動画をね。で、その時に納品をしないといけないと思うんですよ。その時にぜひ使ってほしいのが、使った方がいいのが、これ。Massive。Massive っていうのは、データを送るためのサービスです。で、これは日本だったら、例えばギガファイルなんかがね、有名だったりすると思います。あとは Google ドライブとかで、ワンドライブとかでね、あの、素材を送るっていう人もいるかもしれないけど、ただちょっとセキュリティが怖かったりするんですよ。で、このマッシブっていうのはセキュリティがすごく高くて、で、ISO のね、あの認定も取ってるんですね。で、実際にハリウッドなんかの映像制作のね、会社現場なんかでも、あの本当にね、リアルに使われてます。有名どころのね、日本のあのテレビ局なんかもね、使ってるみたいですよ。Anyways、ディズニーとかもね、使ってるみたいです。で、どういうものかっていうと、これはね、月額制じゃなくて、もう使った分だけなんですよ。なので、一回もね、今月はなんかプロジェクトデータを送るものがないっていう時にはお金がかかるっていうわけではないです。で、じゃあ、あの、重量課金制だったら高いんじゃないのって思うかもしれないけど、まあでもね、俺使ってる肌感覚ではそんなに高くはないかな。で、実際に、あの、クライアントにデータを送る時っていうのはやっぱそこが大事じゃないですか。で、それをギガファイルで送ってもいいけどもね、まあ俺も昔はギガファイルとかも使ってたんですけど、やっぱりいろんなこう広告入ってきたりとか、あと、こう、4K のね、結構でかいファイルになっちゃった動画をアップしてる時にアップロードがなかなかいかなくてっていう時に、途中でね、あの、止まっちゃったらエラーになったりとかするんですよ、ギガファイルって。でもね、このマッシブは途中でデータ転送が止まった時には、後で、あの、回線のね、状態が復活した時にまた再開できるっていうものがあったりとか、もちろんパスワードもかけることもできるし、そして、何回までのね、あの、ダウンロードとかって制限することもできる。そしてデータをアップするときに、例えば今、映像制作は動画の力のね、映像制作チームってチームで動いてて、俺が、あの、シューティングに行って、で、編集をね、あの、チーフエディターのね、大先生にデータを、例えば、大阪から送ったりとかしてるんですよ、ホテルからとかね。で、ホテルの電波とかめっちゃ入り、あの、インターネットね、遅いとこあるんですよ。でもその時に、すごいこのマッシブのいいのが、iPhone を使ってる人だったらね、iPhone を、例えばね、Mac とか、まあ、パソコンにつなぐじゃないですか。で、Wi-Fi のスピード、あの、インターネットの回線、まあ、本当はイーサネットの方がいいけどね、プラス、Mac につないだ、その iPhone の 5G とかね、4G のそのデータ、その両方を使ってね、ダブルで送ることができるんですよ。これめっちゃすごくないですか？送るデータファイルもね、例えば 1TB とかでも送れちゃうし、そういうね、制限もないっていうのが、すごいおすすめなところです。さあ、以上5つの有料のサービス紹介してみましたけど、どうですか？これ本当に実際今俺がリアルに使ってるもので、中にはね、最初は俺も使ってなかったっていうものあるんですけど、今実際映像制作カナダにいた時からするともう10年ぐらいになるかな。で、実際やってきた中で、これちょっと便利だなとか、これは使っといた方がいいかなって思って、サービスです。あ、そうそう、言い忘れてた。あの、最後に紹介したマッシブは、これね、あの、ポータルっていうのが作れて、で、ポータルっていうのは、そこに自分の、あの、まあ、俺だったらね、あの、動画の力の、その、ロゴを入れたりとか、なんか、そういう、なんだろう、その、ギガファイルから、あの、動画をダウンロードしてくださいじゃなくて、この、動画の力のサイトからダウンロードしてくださいみたいな感じにね、まあまあ、見た目なんだけど、でもなんか、その、見た目やっぱりちゃんとしてるっていうのは、結構、やっぱり日本って大事だったりするじゃないですか。うん、なので、そういう意味でもね、マッシブとかいいと思います。それはね、あの、ウェブサイトを、ドメインを取るってこともそうだし、で、アドレスもね、
例えばコンタクトあと動画もの力 .com みたいなねドメインを取ってちゃんとしたアドレスを持つっていうこともそうだし、であと著作権フリーのものを使わないと、これはね映像として納品したのに自分の1アカウントだけだったらいいけど、あの別のアカウントでその音楽を使われた時には著作権のあの、まあ、侵害というかね、あのクレームが入るっていうこともあるんで、映像制作を仕事でやるんであれば必ず自分以外に複数の人がそのライセンスのね、ライセンスされた音楽を使っても大丈夫っていうような状態にしないといけないです。で、音楽だけじゃなくてこれ大事なのは素材も同じなんで、動画とかモーショングラフィックテンプレートとかね、これもちゃんと著作権フリーのものを使いましょう。これはね、まあその時にはいいかなと思うかもしれないけど、でも仕事としてやるからにはすごく大事なことだと思います。クライアントになると後迷惑かかっちゃうんでね。なので、まあ今回のね、この動画を参考にして、ぜひ、このね、今日紹介した5つのサービスはこの動画の詳細欄に、リンクも入れておきます。で、このモーションアレイ、それからアートリスト、あとマッシブに関しては、リンクからね、申し込んでもらえたら、お得になる、2ヶ月無料になるとかね、まあそういうのもあるので、よかったらね、そっちから申し込んでもらえればと思います。そしたらね、このチャンネルをね、こういうふうに発信していく、お手伝いにもなりますんで、よろしくお願いします。I hope you guys enjoy this video, and see you in the next one. じゃあね、Peace out!